マリサなんで息止めてるのよ。顔真っ赤よ、大丈夫？はぁ、霊夢、ダメかと思ったぜ。一体何をしているのよ。今、生放送中に起きたハプニング特集を見て真似をしていたぜ。危険な真似をするんじゃないわよ。ところで霊夢は、笑っていいとも覚えているか？当たり前じゃない。タモリさん司会のお昼の人気生放送番組よ。やっぱり霊夢も知ってたか。笑っていいともは1982年から31年半も続いた超長寿番組なんだぜ。31年半も。すごいわ。しかもよく生放送で続けていたわよね。あ、その通りだぜ。タモリさん自身も3ヶ月半で終わると思っていたそうだからな。長年やってた分、いろんな放送事故もあったんだぜ。どんな放送事故よ？笑えるようなものから怖いものまでいろいろだな。今日は霊夢に、笑っていいとも生放送に起きた放送事故を5つ教えてやるぜ。放送事故か。怖いけれどつい見たくなってしまうのよね。確かに怖いのもあるが、生放送番組だからこそ他の番組じゃ見られない放送事故が多いんだぜ。そんなこと言われたら余計に気になるじゃない。じゃあ順番に紹介していくぜ。まず最初に、霊夢には特技はあるか？もちろんよ。自慢の可愛い顔でファンを虜にすることよ。で、それと何か関係あるの？まあ、いいだろう。最初に紹介するのは、素人が特技披露中に失神だ。特技披露中に失神？一体何の特技を披露したのよ。素人コーナーで起きた事故だ。誰が早く顔が赤くなるかを競うグランプリをしていたら、参加者の一人が、一瞬で顔を真っ赤にできます、と言ったんだ。そして、クソー、と叫びながら力を入れていたらそのまま失神してしまったんだぜ。それは大事故よね。周りもびっくりしたんじゃないのかしら。まあそうだな。それじゃあ今から実際の映像を流すぜ。クソこの人、白目を向いて失神しているけれど、大丈夫だったのかしら。やっぱり霊夢も気になるよな。中居正広さんやタモリさんが、倒れたふりをしただけと話したが、出演者たちは動揺が隠せない様子になってたぜ。そりゃそうよ。目の前で人がいきなり失神したらびっくりするじゃない。この人、一瞬で顔赤くしようと頑張りすぎたのかも。まあ、早く赤くしようと頑張ったのはわかるけれど失神までしちゃったからな。出演者たちは逆に真っ青になってたぜ。このコーナーに人生をかけていたのかしら。あまりにも突然のことだから見ていた視聴者もびっくりしたんじゃない？心配になる放送事故だったな。息を長く止めて顔を赤くするのはかなり危険な行為だぜ。失神した人はこの後どうなったのよ？少ししたら起き上がったんだが本人もよく覚えてない様子だったぜ。そう、無事ならよかったわ。失神した素人さんが今どうしているかわからないけど、一体何がここまで彼を本気にしたのかしらね。次に紹介するのは子役やらせ発覚事故だ。素人の子供が自分の将来の夢を語るコーナーで起きたことだぜ。あら、素人じゃなく子役だとバレちゃったのかしらね。でもバラエティ番組ならやらせはよくあることじゃないの？出演する子供も緊張しちゃうわよね。まあバラエティと言っても生放送だったからな。生放送じゃなかったらうまくごまかせたんだろうと思うけれど。それもそうね。それでなんで子役だとバレてしまったのよ。自分の将来の夢を語りに来た子供が芸能事務所から来たと自己紹介で言ってしまったんだぜ。すると先に来ていた子供も同じところから来たと暴露しちゃったんだぜ。あらあら、自分で言っちゃったのね。スタジオにいた出演者たちはどうしていたのよ。もちろんフォローに必死の状態だ。子供も芸能事務所から来た話をし続けるからごまかしが効かなくなってしまったんだぜ。大変じゃないの。子供は泣き出したりしたんじゃないの？子供がどうなったか心配してると思うが、実際の映像を見てもらった方が早いと思うぜ。お名前どうぞ。キリンプラのタダーリスです。え、キリンプラ？キリンプラって何？あ、キリンプロってね、レッスンのこと。あ、キリンプロ。ママがね、アリスちゃんのママがね、リクのママとかアリスちゃんのママとかね、言っちゃダメって言ってるの。なんでお前が？ちょっと待てよ。言っちゃダメって言ってる。俺、ちょっと待てよ。グループで来てんのか、これ。でもそんな言っちゃダメだ。言っちゃダメだってママが言ってるのに。キリンプロさんという子役の事務所でしょ。じゃあいいのいいの。そこで仕込んだとスタッフが早い話。ね。これ仕込み仕込みだと。いやいいじゃないですか。でもみんなの夢はそれぞれ本当だ。そう、関係が見えてきたよ。ね、楽にしてよ。吉本興業の藤井隆です。一緒だよ。いいんだよ。
ょ、要はそれぞれ、所属事務所を言ってください。明確にしていきましょう。いいですね、はい、事務所名をはっきり言って名乗りましょう。ありがとう。キリンプロ、キリンプロなんだ。キリンプロのアリスちゃん。アリスちゃん、あキリンプロ言うな。キリンプロ、キリンプロ有名になりますね。キリンプロ有名になっちゃう。俺もキリンプロ買おうかな。遺跡も。好きな食べ物は何ですか。違います。ほのぼのじゃない。ほのぼのじゃない。違う。キリンプロ。バカ。キリンプロ。天才的ですよ。面白い。天才的なまで入ってくるもんだって。最高。アインシュタインが言う通り。いいよね。アインシュタインが言う通り。アインシュタインが言う通り。お笑い、お笑いのタイミングに。あんなとこでキリンプロ出てこない。天才。だって僕たち2回言うともうウケないもんね。そうそうそう。だって今こっちでみんな一斉に作るよ。ね。すごいね。将来なりたいものは何ですか。なんだか思ってたのよりも微笑ましく終わってよかったわ。出演者のフォローが上手で安心して見れたわよ。まあ見ていた子供の親は顔面蒼白になったと思うぜ。結果的に面白い展開になってよかったな。この放送事故をきっかけに出演していた子供も有名になったからな。出演していた子供も悪気があったようには思えないし、これはこれで面白かったからバラエティとしては良かったんじゃないの。悪気がないとわかるからこそ面白くて笑っちゃうんだよな。藤井隆さんが吉本興業の藤井ですと子役をフォローして笑いを取りに行く姿もかっこよかったぜ。台本通り将来の夢を語るより印象に残ったし、芸能事務所キリンプロの名前も広まって結果的には良かったんじゃないかしら。そうだよな。作られたセリフで終わるよりはよっぽどいいし、最後には笑いもあって逆に楽しめたぜ。子役の子供や親は失敗したと思って焦ったかもしれないけれど、見ている側からすれば微笑ましい放送事故だったわ。次は出演者が、笑っていいともでのコーナーがきっかけで逮捕されてしまった放送事故だぜ。え、逮捕されちゃったの？放送中に何をしちゃったのよ。お笑いコンビ浅草キッドの水道橋博士がテレフォンショッキングに出演した時に起きた放送事故だぜ。水道橋博士といえばたけし軍団の一員よね。ああ、そうだぜ。テレフォンショッキングって人気コーナーだったわよね。そこで披露したことが逮捕になるってどういう意味？水道橋博士はお笑いのネタにしようと、運転免許証を紛失したと嘘の申告を3回もして免許証を新たに取得していたんだぜ。なんで3回も？3回紛失して新たに免許を再取得するだけで笑いが取れると思ったの？まあ、それには理由があるんだな。水道橋博士は面白い鉄板ネタを作ろうと、免許を新たに更新するたびにアフロ姿やギブスをつけた重症患者になったり、ハゲ親父など変装して写真を撮ったんだぜ。なるほどね。受け狙いでやったわけね。当時、たけし軍団の中では、仮装が流行っていて、仮装した状態でも免許証の写真を撮れるのか疑問に思って結構したらしいぜ。そういう理由だったのね。確かに気になるわね。水道橋博士は仮装した状態で写真を3回撮った運転免許証を、テレフォンショッキング初出演の時に自慢げに見せたんだぜ。なるほど。水道橋博士はこれが違法とは知らずにやってしまったのね。視聴者に通報されてしまったの？それが、警察がテレフォンショッキングを見てたんだ。あ、警察も、いいともを見てる人はいるわよね。放送中は会場も大爆笑で、水道橋博士もまさか後日逮捕されるだなんて思ってもいなかっただろうな。逮捕されたと思うとゾッとするわね。でもどんな写真を公開したのかが気になるわ。問題になった運転免許証を見てもらえば会場が爆笑になったのもわかると思うぜ。確かに面白いわね。よく凝った仮装で写真を撮れたわね。でも、この放送がきっかけで警察が来たのよね。ああ、後日、水道橋博士の家に警察がガサ入れに来てそのまま連行されたみたいだぜ。この不祥事がきっかけで水道橋博士は、全レギュラー番組降板、CM 打ち切り、無期限の芸能活動休止、さらに連帯責任で相方の玉袋さんも芸能活動も休止だぜ。ひえー、大変な損害になってしまったのね。免許更新日まで待って撮影していれば特に問題はなかったんだぜ。浅草キッドはその後どうなったのかしら？師匠のビートたけしさんに救ってもらったおかげで数年後、見事復帰を果たしたぞ。それは良かったわね。しかし、師匠のたけしさんが独立した年に水道橋博士は体調を崩して再び休養しているんだ。そうなの、心配ね。早く元気になってもらいたいわ。次に紹介するのはスタジオアルタ直通の電話番号が生放送中に流れてしまった放送事故だぜ。あら、
どうして電話番号が全国に流れてしまったのか気になるわ。これはテレフォンショッキングのゲストに来ていた耳萩原さんが翌日のゲスト宮尾進さんを紹介したことがきっかけで起きた放送事故なんだぜ。あら、どうして宮尾進さんが番組の電話番号を言ってしまったの？それは違うな。宮尾進さんは新幹線に乗車中だったんだ。乗車中ならスマホに電話をかけたのかしら？この放送事故が起きたのは昭和58年のことだぜ。それじゃあ携帯電話がない時代じゃないの。どうやって新幹線に電話をかけたのよ。気づいたか？当時は列車電話にかけて待機しているオペレーターに話したい人へ繋げてもらうシステムだったんだ。すごいわね。もしかして電話に出たオペレーターが電話番号を言ってしまったのかしら？その通りだ。電話に出た女性オペレーターがスタジオのマイクが入っている時に電話番号を復唱してそれが放送されてしまったんだぜ。それは大変ね。いたずら電話がたくさんかかってきそう。本当に大変なことになったんだぜ。まあ見るといい。兄さん急いでますか？はい。あ、もしもし、はい、あれ新幹線ではそちらでよろしいですか？はい、そうです。あ、光のね、524号、はい、これ宮尾進さんって方が乗ってますんで、はい、で私はですね、宮尾進さんどちらの方ですか？東京の宮尾さん、おところとか会社名とか、ロースターの方がいらっしゃるとか、ほら、テレビよく出た宮尾進賞って言うと、あの方です。芸能人の方です。私タモリと申します。はい、タモリと申します。今笑っていいともやっておりまして、ちょっとテレフォンショッキングでかけなきゃいけないので。そうですか。時間がなくて。じゃあお電話番号教えていただけます？はいはい、お電話番今本番中なのでなるべく急いで。はい、わかりました。350の12です。タモリさん番号がわからないようにマイクの音を消して、口の動きもわからないようにテーブルの下にまで潜っていたのに、オペレーターが復唱しちゃったのね。ああ、タモリさんの努力も虚しく流れてしまったんだな。でも最後の一桁は悲鳴で書き消されたのに、どうして番号がわかったのよ。その通り。確かに最後の一桁はわからなかったんだが、いろんな番号で試したやつがいるんだ。それでいたずら電話がたくさんかかってきたんだぜ。タモリさんも焦っただろうね。そうだな。しかも電話番号が近かったお店にも大量のいたずら電話がかかってきたそうだ。それってすごく迷惑な話よね。間違っていたずら電話をかけられたお店はびっくりしたんじゃない？そうなんだ。この放送事故がきっかけで電報電話局からフジテレビは苦情の電話を入れられたんだぜ。あら、大変だったわね。でもタモリさんはあの場面でもキレて笑いを誘ってすごいわね。確かにな。普通だったら慌てて冷静に笑いを取るなんてできないぜ。ところで肝心の宮尾進さんとは電話で繋がったの？それがな、 CM が明けても繋がらなくて、別の日替わりコーナーを放送した後にようやく繋がったらしい。よかったわ、宮尾進さんと繋がって。もしこれで繋がっていなかったらどうなっていたのかしら。まさかこんな事態になっているとは宮尾進さんも思っていなかっただろうな。こんな放送事故は現在では見られないわね。最後に紹介するのはテレフォンショッキング直前に起きた放送事故だぜ。え？直前ってどういうことなの？一体何が起きたの？タモリさんが一人で椅子に座って話している時に乱入してきた素人が隣に座ってきたんだぜ。それすごく怖いじゃないの。タモリさんも驚いていたんじゃないの？タモリさんは素人が横に座っても冷静に喋りたいのか？と聞いたんだぜ。乱入者も怖いけれど、ずっと冷静でいられるタモリさんも逆に怖いわね。確かにそうだな。見ていた観客の方が怖がって悲鳴を上げていたからな。動揺するのが当たり前よ。何か事件が起きそうだと思うじゃない？怖がるのは無理ないぜ。緊迫した様子は実際に見てもらった方が伝わると思う。よくもそれだけ明るくもんだと思いますけど。実喋ったことある？あれ？ん？何喋るの？うん。ちょっと喋る。すいません。いいんだよ。すいません。いいんだよ。すいません。
子、怖すぎる。乱入してきた男性は何の目的で入ってきたのよ。どうやら、芥川賞の選考結果について視聴者に意見を述べるために乱入したそうだぜ。この時代は誰でもスタジオに入れたのかしら？そうみたいだな。この乱入事件がきっかけで警備が厳しくなったようだぜ。思ってた以上に怖い放送事故ね。観客も、やだーとか言ってるじゃない。乱入者が去った後タモリさんは、珍しい事故もあるもんだ。生番組って面白いなぁ、と言ったそうだぜ。タモリさんの度胸はすごいわね。ちなみにタモリさんは乱入者を最初は音声の人だと思ってたそうだぜ。そうなのね。とにかく何事もなくてよかったわ。なんだかトラウマになってしまいそうな放送事故よね。さて、笑っていいとも生放送中に起きた放送事故を紹介してきたわけだが霊夢どうだった？微笑ましいものもあったけれど、生放送ならではの怖い放送事故が多かったわ。今回紹介したのは、ほんの一部でまだまだいろんな放送事故がいっぱいあるんだぜ。この状態で31年間生放送をやり続けたのは改めてすごいと思ったわ。そうだな。今では見られない放送事故が多かったからな。ネット映像で見るのも面白かったけれど生で見てた人はもっとヒヤヒヤしていたはずよね。ああ、最後に紹介した素人乱入事件は特に印象に残っている人が多いだろうな。思い出すと怖いけれど気になって何回も見てしまいそうだわ。それじゃあ今回はここまでだ。いいね、チャンネル登録をしてくれると喜ぶぜ。ここまで見てくれてありがとうございました。